アサダ株式会社は愛知県名古屋市に本社を置くアサダブランドの配管機械、工具、環境機器を主力とする製造販売企業。1953年に日本で初めて配管用下半式電動パイプマシンを開発した。旧社名は東海鉄工所。創業当時にはパイプマシンと丸棒にねじ切りをする下半式ボルトねじ切り機。 ボルトマシンを主力とした水道、ガス配管用機器と設備機器メーカーとして知られる。現在パイプマシンのシェアは世界トップクラスシェアを確保。配管用交換がサビ対策により被覆交換に変化した時期、水道工事に使用する内被覆交換の切断は従来使用されていたパイプカッターではカッターを回転と同時に押し付けることより交換と内被覆樹脂の剥離が起こり、 その部分からサビが発生するという理由から国土交通省公共建築工事標準使用書においてパイプカッターの使用が禁止される。そしてノコギリによる内皮覆交換の切断が推奨されることになった。1981年配管機器メーカーの中でいち早く下半式体、ノコン、バンド層を開発して一躍、ヒット商品となる。 パイプマシンでねじ切り配管工事のすべてを行うという工程が、まず、バンド層で被覆交換を切断して、パイプマシンでねじ切りを行うという作業手順に変更することとなった。パイプマシンの同業他社や電動機器メーカーも、その後追従して、同様機種を発売することとなったが、バンド層のトップシェアは長い間続いた。1976年、 同配管機器と工具をドイツのローテンベルガーと業務提携し、R システムの名称でローツケ機器、工具を国内販売する。同管の給水、給湯配管のシステム工具から、次に空調冷媒のフロンガス環境問題に取り組み、フロンガス回収機器の販売を展開する。現在、業務用冷凍機分野においては、フロンガス回収機器ナンバーワンのシェア。なお、逆に、 パイプマシンはローテンベル側に OEM 供給をしている。国内でのガス配管工事は現在は耐震性より多くはポリエチレン管に変化している。また、給水、給湯も配管工法が変化し、ヘッダー工法や EF 工法により交換の使用は激減し、ポリエチレン管、佳境ポリエチレン管やポリブ転管になっている。それらより現在パイプマシンは 海外対応国、バンコクに工場を設立して、コストダウンと販売市場を海外主体に変更、高級機種から普及機種まで製造販売している。ネジ接機、配管工具、ノコ板、導管工具、フロン回収再生装置、冷凍空調工具、エアコン洗浄、リフト、高圧洗浄機、排水管洗浄機、管内検査機器、 溶接機器商標権 ABC 浅田株式会社。第一個中古機決算広王国。愛知ブランド企業紹介第二編第四章第五節、管の接合2.5。1一般事項45ページアーカイブド2011年9月20日。アットザウェイバックマシン。公共。建築工事標準使用所管切断の小切り利権。 簡単防食継ぎ手指向マニュアル7ページアーカイブド2010年12月14日アットザウェイバックマシン愛知ブランド企業紹介公共建築工事標準使用書第6編ガス設備工事213ページアーカイブド2011年9月20日アットザウェイバックマシン普及率福井市企業局平成23年6月2ページアーカイブド2013年1月20日 アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、社団法人日本ガス協会アーカイブド2011年9月1日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、建築設備資料館 EF 広報、日立水道用ポーリエチレン監視公室テム4ページ、社団法人中小企業研究センター、日韓工業新聞社、日韓工業産業研究所ものづくりブランド、名古屋愛知環境省日韓工業新聞社、兵庫県フロン回収、 処理推進協議会広報ストライアングル第43号名古屋市工業研究所愛知ブランド企業紹介環境貢献特別賞山岳館連携特別賞秋野助君中日新聞長官11班ありがとうございます